ただいま。おお、早かったな。また今日もサボったか。違うよ、じいちゃん。今日から冬休みなんよ。おお、冬休みならばようよ。なんだ、通信簿なら見ねえ方がいいぞ。そんなものどうだっていいわい。それより昨日から連絡があってな。青森のばあちゃんから？うん。ようよ、お前の嫁になる娘が決まった。学校がないならちょうどよい。明日にでも会いに行ってやれ。あ？よみがえれ。ドラマ CD 恐れ山リボワール前提。この年で嫁決まるなんてめでてえじゃねえか。羨ましいぞ。かな。いや、だからオイラは。なんだこれ。嬉しいなら嬉しいって素直に言えよ、このむつり。おやめなさい、二匹とも。妖様だって何も好きで決めたことではないんです。それにあなたたちもこの家の持ち霊なら少しは身分をわきまえたらどうなんですか。たまおう。あー、こいつの嫁がどんなか気になるぜ。てめえ、ハートウォーミンな超可愛い子ちゃんだったらぶっ殺すからな、おら。気にするな。こいつら全然言うこと聞かんから。しかし前々から聞いてはいたものの、まあ言ったよな。まさかあれが本気だったとは。しかもいきなり会いに行けだなんて。案ずるより産むが易し。ああ？心配なんぞいくらしても足りぬもの。ゆえに会いに行くのである。いざ霊場を恐れざん、まだ見ぬ嫁のもとへと。知らない猫がいる。霊です、妖様。それもただの動物霊じゃない。いや、失礼。諸星訳あって訪ねてきたのだが、騒がしいのが苦手でしてな。妖さん、少しばかり話がしたい。まずはそこのうるさいのを片付けてもらえんか。ああ。小生、かような低俗霊通ると頭が痛くなるのです。なんだとこら。もっぺん言ってみろ。てめえどっから来たか知らねえがよ。俺ら死んで400年、唐の昔に精霊に進化したお狐様とおたぬき様よ。ちった口が聞けるようだが、たかがクソ猫霊の分際で。先輩に対する口の聞き方ができてねえんじゃねえかこら。その前に何か吐け。セイラー、ブレるんだよ。やれやれ、弱い者ほど牙を剥くか。小生、争いはこのまんが、早々に支援を断つには力を示すもまたやむなし。やるか。ちょっとだ。すまんな、申し遅れたが、小生、この朝倉家に仕えることをおよそ1000年。この度、陽さんの旅のお供に世界のまた旅から戻ってまいった猫又の又宗と申す。好きなものはまた旅、以後お見知りおきよ。猫又の又宗。突然やってきたその猫は、千年も前から朝倉家にいたというとんでもないやつだった。どうやらじいちゃんが呼び出したらしいんだが、千年も霊をやっていながら読書好きという変わり者だった。たださすがにその力はすごいらしく、ポンチもコンチもおむつを履いた。そして
オイラの初めての持ち霊だった。もちろん持ち霊といっても形だけで、オイラにどうこうできる霊ではなかったけど、又宗はオイラの初めての持ち霊だったんだ。札幌行き特急オットセイ青森到着です。お降りの方はお忘れ物のないようご注意ください。青森青森。寒い。さすが青森、半端じゃねえな。ここは青森で冬ですから。ちょ、なんだよ、感動のねえやつだな。小生、雪を見ることをおよそ千度目なれば。そうか、お前千年も霊やってるんだよな。さすがに飽きるか。まあ。ってことはあれか、青森も何度か来たことあるのか。これで九度目。九度目？多いのか少ないのかよくわからん数字だな。じゃあ恐れ山ってとこも初めてじゃないわけだ。いや、初めてだもん。なんだそりゃ。小生、実はできることなら行きたくはないのである。恐れ山、蒸気と異様の臭気立ち込める殺伐とした風景。その先にあるカルデラ湖には真っ白な砂浜が広がる静まり返った風景。地獄とも極楽ともつかぬ異様な世界に人々は死を見出し、亡き人を思う現世の拠り所としてその山を名付けた。そこは居場所をなくした霊たちの最後に行き着くこの世とあの世を結ぶ山。切ないではありませんか。小生と居場所をなくした霊には何ら変わらぬ。又宗？そら、電車が来たようだ。もたもたしてると乗り遅れるよ、陽さん。猫股の又宗。あいつが千年前、どこで何をして、どうして今ここにいるのか少し気になった。千年朝倉に仕える持ち霊なのに本ばかり読んでる妙なやつ。そのすべてを知ったのは最後の時だった。イタコは一般に盲目の女性がなるものと言われている。その昔、目の見えない女性には他にできる仕事があまりなかったからなんだ。だから彼女らの中にはイタコのスタイルを学ぶだけの実際の能力がないものも少なくない。では陽様の嫁様になられるという方は。君と同じ身寄りのない娘だ。だが盲目ではない。すまん。少なくともその能力は紛れもない本物ということさ。ま、僕も詳しいことは全然知らないけどね。お前もばあちゃんに会うのは久しぶりなんだ。最後に会ったのがかれこれ50年ほど前ですからね。50年前？まあお前にすりゃこないだのことなんだろうが、50年前のばあちゃんつうのも。
それはそれはお美しい方でしたよ。その時はすでに両目の視力をなくした後でしたがね。木野さんは初めから目が見えぬわけではなかった。戦争が彼女の光とそして家族を奪ったのです。そうしていたことなった後、その力を認められ朝倉の家へ嫁いだ。それが小生との出会いでしたな。戦争か。でもピンとこねえな。やっぱお前もたくさん見てきたのか、この千年すべて。ますます見当もつかねえや。つーか千年前っていつなんだ。それは大人になり自然に覚えればよいことですよ、ようさん。興味の薄いことを無理に詰め込もうとしてもそれはまるで意味がない。ただね、ようさん、これだけはお前さんにも知っておいてほしいのです。この世のすべてに答えなどなく、同じく等しい人間など一人もいない。お前さんの進むべき道はいつも心で決めなさい。あ、では小生、一足早く木野さんのところへ挨拶に行きますので。旅館はもうこの町にある。またむね、まさかお前。では失礼。ああ、待てよ、またむね、またむね。通行の邪魔よ、死ね。通行の邪魔よ、死ね。なんでオイラが見ず知らずの女子にそんなこと。ちょっと待て。気安く話しかけないで、殺すわよ。ごめんなさい。情けない男、朝倉よ。こいつが私の旦那だなんて。旦那？ずいぶん久しぶりになるじゃないか。ここはいつまでたっても以前のまま。やはり思い出を大事になさるか、木野さんは。こんなボロや、建て替える金がないだけさ。余計な詮索するんじゃない。何よりその毒舌ぶりが一番変わらぬ。あんたも相変わらず嫌な猫だね。猫の分際で落ち着き払よって。千年も霊をやるとみんなそうなるのかい。まあ元の飼い主が飼い主ですから。またむね。は？それほどの腕を持つお前さんのことだ。数ある朝倉の持ち霊の中からなぜ陽明がお前を選んだか、もう察しはついておるのじゃろ。重いのですか、その娘は。重い。あの娘は血塗られておるのだ。その生まれに、その力に、その運命。下手をすればお前もただでは済まんだろう。手ごわいよ、あんたは。はあ、怖かった。いきなりオイラの名前呼ばれたからビビって逃げちまったけど、やっぱあいつが嫁なのかな。だったらオイラの写真とか見てるかもしんねえし、名前呼べてもおかしくねえもんな。嫁か。ちょっぴり可愛かったな。死ね。うわあ、はあ、もうわけわかんねえや。女子ってみんなあなんか。クラスの女子と話したことねえからさっぱりだ。
なんだこいつ、スネーなんか。くそー、いけ、ゴーリストライク。こんなところにいましたか。またまで、なかなか来ないので迎えに来ました。いや、それよりこれ。ああ、鬼ですよ。たまにね、現れるんです。まだ小物なれと悲しきから成敗されるがその定め。え、超戦時略決門妙へ。あ、ステルが刀に特撮。はあ、立てますか、ヨウさん。よろしい。ではキノさんも待っていることですし、急いで向かうとしましょうか。いざ嫁のもとへ。時は本当に殺されるかと思ったよ。しかし嫁に会いに来て鬼が出るとはシャレになってねえよな、マタムね。シャレどころか、鬼はいつも本気ですから。実際死ぬ寸前でしたよ、ヨウさんは。え、北のバスへの町には誰もが流れ着くものさ、人も霊もね。いや、ばあちゃん悪いな、遅くなっちまって。別にいいよ、待たせているのはこちらだって同じだからね。やれやれ、あの娘と来たら困ったもんだ。たまに買い物を頼めばこの通りいつまで経っても帰ってこない。普段は部屋に閉じこもってばかりおるくせに。ああ、そうだ、ずるいぞばあちゃん。あいつにだけオイラの写真見せといて、オイラも前もって写真を。写真なんか見せるもんかね。え、じゃあなんであいつ。噂をすればなんとやらだ。嫁が来た。お使い。うわあ、なんて挨拶だ。挨拶されてませんよ。およし、追って叱りつけるつもりならあの娘には無意味だよ。いや、しかしオイラだってわざわざこのために青森まで来たんだぞ。なのに死ねだの殺すだの、わけのわかんねえこと言われたまま引けるかよ。ばあちゃんにしては随分わがままに育ててんだな。バカめ、あんなにはどんな言葉も意味がないんだよ。さっぱりわからん。意味も何も。口が聞けんわけではあるまいし。なんだってんだよ、あの女ってやつは。ヨウさんは意外と一目惚れ。いや、まだ待て待て、おいらはそれこそ良いではありませんか。嫁となりうる方なれば惚れぬよりは少なくとも。でも死ねって言われた。あいつよっぽど結婚が嫌なのかな。ん、それともオイラがか。何を心配せずとも、まだ会ったばかりではありませんか。なあ、またむね、鬼はなんでオイラを殺そうとした。もしかしてあいつとなんか関係あるのか。
鬼は恨みと怨念の塊です。だがなぜ塊となり得たか。鬼はその恨みと怨念の矛先を誰にもぶつけることはできない。ああ、それであいつの姿が見えるオイラに。その通り。しかしシャーマンに限らず、普通に暮らす人間の中にも少なかれど霊感はある。故に鬼は危険なのです。恨みか。そんなもんいつまで抱えててもつまんねえし、さっさと忘れちまえばいいのにな。小生とてできることなら忘れたい。またもね。おのおの理由は違えども、忘れようとすればするほどその思いは強く、もがけばもがくほど思いという名に縛られて、それはやがて呪いにも似た思いの力と化す。切ないではありませんか。またもね。またむねのやつ、鬼とアンナの関係聞いたら答えなかった。やっぱりなんかあるんだろうな。じいちゃんと母ちゃんと玉尾の土産、何がいいのかさっぱりわからん。のれんにこけし、茶碗にちょうちん、キーホルダー。土産選びは慎重にいかねえと。特にじいちゃんは土産にうるさいからな。あ？ああ。これならポンチとコンチ喜ぶかもな。あいつらおっちゃんだもんな。何考えてんのよ、いやらしい。だ、いや、これはその、別に。昼間からチンポとチンコが喜ぶだなんて、変態。うわぁ、出たって、夜ならいいのか。何？ちょっと待て。オイラそんなの一言も口にしてねえぞ。だから何考えてるって言ったのよ。何よチンポとチンコって。え？あ、そういうこと。あんたの家の持ち霊なのね。でもなんて下品な顔。特にタヌキの方、殴りたい。お前なんでそれを。いや、それだけじゃねえ。オイラのことだってそうだ。顔も知らねえのに名前を呼んで、お前ん家にいても顔色一つ変えないで。なあ、どういうことなんだよ。お前は一体何なんだ。あの鬼、お前がけしかけたんじゃないだろうな。気安く話しかけないでって言ったでしょ。言ってえな。何すんだよ。お前自分から用があって話しかけてきたんじゃないのかよ。
私に近づくと、あんたは不幸になる。何？私は、あんたに別れを告げに来た。嫁の候補なら他にもいる。幸せになりたいのなら、今すぐ出雲へ逃げ帰れ。さよなら。来てくれてありがとう。アンナ。待てよ！わかんねえよ！それじゃ全然わかんねえ！頼むからちゃんと言ってくれ！お前は、一体何なんだ？私は、これは、無数の人玉が集まって、固まって、鬼？だから逃げてって言ったのに。わからない。怖い。実体なのか？ってことは僕と霊が物を攻撃できるなら、こっちだってなんとかなるかもしれん。なぜ逃げる？そんなおもちゃで。朝倉よ、お前は鬼と戦うというのか？お前は鬼が恐ろしくはないのか？逃げろ！鬼はオイラが何とかする。お前はばあちゃんとこ行ってバカ胸を呼んでくるんだ。ダメだ、そんなものでは。鬼は鬼でしか倒せない。かわせ、かわせ、アサクラよ。木刀が燃え尽きるか尽きないかの瞬間、アンナが叫ぶと、鬼はまた人玉になって消えた。消えた。小生、さすがに飲み食いまでは。お供えだよ。では、ありがたく。明日は、もう1996年。500年に一度のシャーマンファイトは、いよいよもうそこまで来ているのですね。それでもやはり答えは変わらぬのでしょうな。そりゃそうだ。なんせ朝倉にとってはそれが最後の好機だからね。孫のやつもああ見えてあの男の片割れなんだ。より強い浮力はさらにより強い浮力を目覚めさせる。だから私はあの娘をあえて嫁の候補として選んだ。
用には何としても覇王を倒してもらわねばならんからね。そうですね。辛いか？何がです？とぼけなくたっていいよ。目は見えずともお前の顔色くらいは伺える。思い出してしまったんだろう、我らが倒さねばならぬ敵、あの男のことを。思い出してなどいませんよ。なぜなら小生、あのお方のことは一瞬たりとて忘れたことなどないのですから。あのお方か。つまりそれがお前の忘れたいことというわけだ。聞いていたのですね。だが当然でしょう。小生がここへ呼ばれた理由もあればなおさらのこと、陽さんのこともあの娘の力のことも。お前もつくづく不器用な男だよ。まだ悔いてるんだね、500年前のシャーマンファイト。自らとどめを刺した己のかつての主のことを。悔いている？小生が？違うのかい？もっともだからこそお前は未だに成仏できずにおるのだろうがね。当然ではありませんか。なぜ小生があのお方を、覇王様を尊ぶ心を忘れられることはありましょう。そなたは親に捨てられ、共に生まれた七つの兄弟も皆死に、自身も疫病に侵され、残りわずかな命であることを知っている。しかしその勇敢なる魂、この百鬼うごめく魔界の都に、ただ一人死をも恐れず生きている。そなた見えておるのだろう。消えあれ僕のもとへ。はっきりと見えました。あのお方は鬼さえ恐れる鬼人を従えていた。あらゆる戦術とあらゆる武術をもって世に活躍せし大陰陽師朝倉覇王。あのお方ほど心優しい方はおるまい。優しいとはよく言うよ。現にお前だって倒したのではないか。修験者朝倉陽剣、500年前シャーマンキングにこそならなかったものの、共にパッチ族として転生した覇王を。覇王様は優しい。しかしその優しさゆえに、その強き巫力がゆえに、鬼に心を食われた。霊視、何も見ることなく何も聞くことなく他人の心を把握してしまうその能力、より強ければ強いほど嫌がおうにも人の心は流れ込み、その深き恨みや怨念はやがて己の心までも蝕み、ついには自ら鬼を生む。あの平安の名にふさわしからぬ帰国収集たる時代、苦しむ民とその原因を作りし強欲な貴族たちの権力闘争の狭間で、覇王様の見た闇はとても計り知れない。そして覇王はシャーマンキングを目指すか。だがそれは優しさではない、弱さだ。確かにそこには我々など想像もつかぬほどの闇があるのだろう。だが覇王が弱き己の心に負けたことに変わりはない。お前もそれを承知で戦ったのではないのか、またもね。無論小生とてその正義今も疑うつもりはない。だがしかし未だこの心、大切なものを選べなかったこと、悔やんでいたのです。
何が正義かなんて私にも分からんことさ。だが何が悪いのかくらいは分かっているつもりだ。お前がなぜここへ再び戻ってきたのかをよく考えろ。一つはお前自身の決着をつけるため、そしてもう一つは覇王と同じ力を持つあの娘を救うため。嫌が王にも人の心が見えるその力、それゆえ人に捨てられ、人を嫌い一人になり、恨みが鬼を具現化させる。その心、お前が妖の力となって開かせるのだ。覇王様と同じ力、その力ゆえて恐れ山で拾われたので京山アンナ。陽さんがシャーマンキングを目指し、朝倉の跡継ぎとして覇王様を倒すためには、強い嫁の力が必要。二人とも遊びたい盛りというに、切ない。私、アワやリンゴが見たいだけだから。オイラだってボブが見てえだけだ。二人並んで紅白歌合戦、これは一体。さてと、風呂にでも行くか。またむね。お背中流しますよ、木野さん。今夜は特に冷えるからね。ゆっくりと浸かることにしよう。ゆっくりと。しかし、よく紅白出れたよな、あわやりんご。ボブこそ変な歌。いや、そっちこそ。おっかなくねえか、リンゴ。見た目だけよ。リンゴがあのような装束を着て恐ろしい振る舞いをするのは、臆病な自分を隠すため。この詩も本当はとても優しい歌。お前と同じでか。なんとなくわかるんよ。ここに来てもういろいろあったからな。大変だな、お前も。わかるんだろ、人の心が。ならばもう良いだろう。私といるとろくなことがない。だからお前も早々と帰らない。おいら楽なんが好きだ。だから楽じゃないお前は放っておけん。恩着せがましいことを言うな。別に恩なんか着せるつもりはねえ。おいらがそうしたいだけだから気にすんな。それが恩着せがましいというのだ。お前の楽など私には関係ない。私はみんなが嫌いだから誰とも関わるつもりはない。なのになぜお前は関わろうとする。いや、なぜって、そのいやらしい。やってますね。気は合うさ。二人とも歌が好きだからね。殴った右手がやけに熱い。なあ、この後行く年来る年あるだろう。
それ終わったら一緒に初詣行かないか。人混みはお前にはきついかもしれんけど、お願い事するには初詣が一番いいよ。年の初めに神様の前で願い事を言う。でもそれは神頼みじゃなくて自分に誓いを立てることなんだ。今年は何をしたいとか、今年の自分はこうありたいとか、誰にも縛られず一番揺らぎやすい自分の心を神様に約束することで釘を刺す。お前も早くその力を何とかしたいだろ。でも私は何とかなる。もしお前がまた人混みの中でイライラして鬼が出たなら、今度は一緒に逃げよう。もしお前の力がどんなに願っても何ともならないのなら、それでもいい。その時オイラがシャーマンキングになって何とかしてやる。恥ずかしいな。何やら襖越してよかった。じゃあオイラは行く年来る年見るから、お前も寝るんじゃねえぞ。待ってるからな。私も襖越してよかった。